はい、皆さんこんにちは、葉月光栄です。こんにちは、玉木です。葉月のショー with tea ということで、今日もよろしくお願いします。はい、今日なんか先生、装いが違うじゃないですか。はい、初めてね、先生の着物の姿を見る人もいらっしゃるかもしれないです。そうね、あのなんかこう動画撮り始めた時はね、うんうん、結構着物の動画もあるんですよね。あったんですけどね、うんうんうん、まあなんか最近まあね、ちょっと暑いしね、うん、あんまり着物着ていく機会がなくなって、うん、で、まあ、さらにね、うんうん、今日これちょっと眼鏡違うの、違いますね、分かります？うんうん、丸い眼鏡ですよね。そう、これなんかね、一応僕の中の着物用の眼鏡なのね。そうなの、はい、コーディネートしてるんですね。まあコーディネートっていうか、うん、なんかこう着物の時はちょっとこれの方がいいかなっていうふうに思ってるんですけど。これってどういう意味？あのこの分かる分かる、黒縁のね、まあ、黒縁のね、うん、あのまあ、ちょっと ごつい感じなんだけど、うんうんうん、なんか洋装にはちょっとなんかあんまり眼鏡自体がこうなんか主張してるんだけど、うん、なんかやっぱり和装だとちょっとまあポイントがあっていいかなというふうに思ってまあこうしてるんですけどね、はいはい、でなんでまた今日は着物なんですかね。今日はですね、うん、一番大事な日本の話、2020から2021ということで、うん、動画セミナー第4弾をですね、うん、撮影しておりまして、はい、今終わってほやほやでございます、はい、湯気が出ております。私はい、喋りましたね。なんかテンション上がるなって誰もいないのになんかこんなに熱く語るね俺って自分でも思いますね。ね、そういう意味では本当なんかこう向いてますよね、こういうこうおしゃべりするっていうか、こう収録とかも。そう ね向いてるのかな、うん、関係ないもん俺。そう、うん、いやいや、たくさんいると楽しいんだけど、 いなくてもなんか、はいって言って話し出したらもうなんかもうなんか、うわーみたいな。ちょっと私途中なんかこんなんなってなりそうなところもありましたけど。知ってます知ってます。そう、でも頑張ってそれがこう。でもどうですか先生、一番なんかあの聞いてほしいなっていうか、まあ実際これあの8月の23日から配信、うんね、約2週間ほどね、うん、あの動画セミナーにお申し込みいただいた方に配信をするんですけれども、うん、はい、まあ約2時間弱ぐらいですかね。そうですね、うん、はい、お話と、まあ、最後こうワーク的なものをしましたけど、はい、一番先生これ聞いてほしいな、見てほしいなっていうポイントってどこですか？まあ、やっぱり最後かな。最後、まあまあ最初もねすごい大事なとこなんで、ぜひ最初も聞いていただきたいし、うん、まあ途中のその日本をたらしめてる3つの要素っていう話をしたんですけども、うんうん、まああのそれはね、あの この今日今回プレゼントなので、うん、この本読んでいただくと大体わかると思います、うん、ただその最後のまあ日本の竜が今覚醒しつつあるよみたいな話っていうのはこれまあオンタイムな話だから、ね、あの最近の話もたくさん入ってるんでね、 そこはちょっとこう本には全然書かれてないとこだから、うんうん、そのあたりは聞いてほしいし、うん、やっぱりまあ見てる方はね、うん、まあ、本当に女性の方が多いと思うから、うん、あのこれからまあ男の人本当に大変だと僕思ってるんですよ、まあ、ずっと言ってますもんね、はい、もう本当になんか折れるんじゃないかなと思って、うん、気持ちが、うん、男性の方ね、やっぱりもう本当にお仕事が、まあ、なくなっちゃうとか、うんうん、急にまあクビになっちゃうとかね、会社潰れちゃうとか、うんうん、そうした時にもうどうしていいかわからないっていうのをね、男の人言えないのよ、どうしていいかわからないって、ね、言えないですね、うんうん、あの本当は一番ビビりだからね、男の方がね、女の人より絶対ビビりだから、でもうわやべえと思った時に、特にほらそのお子さんが小さいとか、はいはい、うん、分かんないこう大きなローン抱えてるとか、あるいはそのなんか介護しないといけない人がいらっしゃるとか、うん、その時に収入が断たれちゃうと、もう本当にどうしていいかよく分かんなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよ、はいはい、でその時にやっぱり女性が本当に覚醒するんですよと思ってるの僕。うーん、そこでしょ出番はあなたのって感じなの、うん、そこでね、うんうん、あんたどうすんのよって、お金ないじゃないのって、うん、言っちゃいそうですね。ねえ、もうローンはどうすんのよ、子供の学費はどうすんのよ、うん、なんとかちゃんは来年なんか高校なんか中学受験でそのなんとかかんとかとか、じゃあーみたいな感じ。今日立ってますからめっちゃなんかジェスターいいですね。そういい感じ、まあーみたいな感じ。いや、あの分かるよ、言いたくなる気持ちもちろん分かる、その家計を預かってて子供のね、子供はほら言うじゃん、
なんかダメなのって、ね、これ欲しいとかね、そ、そうそうそう、まあ これ欲しいぐらいだったらまあいいかもしれないけど、うんうん、ほら、なんとかちゃんと一緒になんとか私学へ行こうと思ってたのにとか、うんうんうん、そういう話もあるじゃん。あるいはまあ極端な話、もローン払えないから引っ越しとかね、いう時になんか、やだ、なんとかちゃんと離れるの嫌だとかって言うじゃん、子供は。それは分かんないからね。ねえ、分かんない、そんなの分かんないけど、そこで結局やっぱり怒っちゃダメなのよ、うん、女神はね、女神は怒っちゃダメなのよ、うん、ね、で男性にそれを指摘してもダメなのよ、うん、もちろんその自分も怖いから、自分の気持ちで私も怖いとかね、私も不安っていうのはそれは分かっちゃったらいいよ、うん、はい、でもその私もそうなんだけど、やっぱりこう現場を一番最前線で本当にビビってんのは男性だから、そこでね、そこで僕はね、なんか男女の役割が逆転すると思ってるわけ、うん、あん時助けてくれたっていうか、うん、はい、もうなんか俺はもうどうしていいかわからないって言った時にガバッ、大丈夫だよみたいな。それもうまずそれでいいんですよね。そう、それまずそれ。まずそれね。うん、うん、もうなんか大丈夫、何も心配しなくて大丈夫、うん、あなたなら大丈夫できるみたいな、そんな感じ。テンション高いな俺。高い。うん、そっか。そう。なるほどね。でも、できる？いやー、誰を想像する？だから。その身近なパートナーさんいらっしゃったらすぐ、まあ、その想像ってかね、うん、できるけれども、うん、そうですね、例えばパートナーがこう、まあ、いない、いない、まあね、話の中でもね、はい、出ましたけどね、っていうことですよね。いや、もう基本ね、うん、別にそういう意味だったらフリーハグでもいいのよ。要はもう、ああ、もうこの人弱ってるなと思ったら、うん、大丈夫よって言って、うん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 、それでね、はっきり言って命が救われるからね、うん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 、たまちゃんがもう目つぶって、まあ、大丈夫、腰がいけてるけどね。それができたら、それだけでも命助かる人がいるかもしれないから、うん、それぐらい大きな影響があるんだよっていうのをね、まあ、今回の僕は同化セミナーで一番伝えたいことでした。で、それをあるってことを分かるっていうか、そう、自分、あなたにはその力があるっていうことなんだよ、うん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 、でそれをちゃんと、まあ、なんていうかシナリオを書いて生まれてきてるわけよ、ここに、うんうん、だからそういう場面が来たってビビらないのよ、うん、っていうかこういう話を聞いてるっていうことは、うん、やっぱりそれがある程度想定されて聞いてるはずだから、そうですね、だから覚えておいてほしいんですよ、うん、僕は。で本当に今聞くタイミングだなって、そう、もう絶対そうですよ、すごくね、思いましたし、うんうん、なるほどなってすごくこう思、まあ、改めてっていうか思ったし、急に来るもん、本当に本当に急に来ると思うよ、うんうんうん、ある日突然だから、うん、みたいな、まあ分かんないけど、その会社が潰れるって、なんか潰れるぞ潰れるぞっていうな、なんか閉店セールみたいなところやってるとこは ね、はいはい、潰れないのよあんまり。なるほど。ずっとそれだから。そうじゃなくて、もう本当に普通に、あ、どうもお疲れ様ですとかって言って帰って、次の日来たらもう張り紙があって、はいはい、みたいな、うん、潰れる時ってそういうことなのよ本当に。だからもうなんかその予兆とか何もなくて、いきなり突然バシャンみたいな感じで来るからね。その時に慌てるなって言っても無理なの。慌てるの、ビビるんだけども、それをやっぱり受け止める誰かがいるっていうのが本当に命を救うことになるんじゃないかなと僕は思うので、ぜひ、まあ、もちろん男性の方もそうだし、男性の方はね、もう本当に僕はもう素直に弱音吐いてくださいって、抱えないでって、もう俺どうしていいか分かんないよって、泣きゃいいじゃんとすごい思う。でそれに対して女性は分かった分かったよ、よし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 、なんかもうなんかね、ムツゴロウさんみたいになる。それでいいと思ってます。はい。まあでもぜひぜひ本当に今このタイミングでいろんな本当にね、お話、まあ、数秘的から見る時代背景だったりとか、はい、まあ、日本語のね、お話だったりとか、こう本当神道だったりとか、もう本当たくさん話してますから、もう途中でなんか都市伝説のね、関さんみたいになってましたね。なってたね。もうなってたね。信じるか信じないかはあなた次第ですみたいななってましたもんね。なっとったなっとったって思いながら聞いてましたけど、なんか本当に今回は動画と何よりもこのね、本がついてるから、うん、もうこれ両方ですごくやっぱりね、相乗効果があると思うんで、うん、はい、めっちゃいいと思う、うん、すごく本当になんかぜひもうご覧いただきたいっていうか、お申し込みいただきたい、本当にもう何百冊ってプレゼントする予定でございますね、うん、もちろん送料も
送料もジャパネット持ちでございますのでジャパネットじゃないけどイマジン持ちでございますので、ね、ああもうね、ちなみにあの同じこと思った、ね、あのごめんなさい、海外はちょっと発送できないのでごめんなさい、だから海外から聞いてられる方は日本の国内の誰かし、お知り合いのところだったら送れますから、はい、はい、ぜひそういう対応していただければと思います。で、はい、最後に一つだけ、これちょっとあの中で話さなかったなっていうんで、これだけちょっと話しておきたいんだけど、はいはい、日の丸ね、あのこの間もあのナショーの中でちょっとお話したんだけども、はい、ね、うん、この形ってね、ここにエネルギーの塊があるわけ、うん、でこれが要はもうこう四方八方へこう出ていく形なのね、うん、でまあ一応これ肌だから今黒い線を描いたけども、うん、白地だからもうダダ漏れなんですよ、はい、はいはいはい、枠がないね、そう、うん、日本っていうのはそのエネルギーの塊を世界中に周りに要は分かち合うっていうそういう役割の世界の中では、うん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 、だから囲わないわけよ、はいはいはい、でこれを逆にすると全部中側に入ってくる、分かる？あ、集中、まあ、一点集中ですね、そうそうそう、うん、こう例えばこういうふうにすると、うんうんうん、これ全部中に入る、うんうんうん、この中に赤いエネルギーが全部溜まっていくわけね、うん、でこういうのって企業のロゴマークとか見ててもすんごい分かりやすいよね、はいはい、で、まあ、例えばユニクロさんとか、はいはい、もうまさにこの形になってるのね、あ赤で囲ってここにユニクロって入ってるでしょ、はい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 、あれってやっぱりねものすごくこう内側にこうエネルギーが溜まるっていうもので、まあだからいわゆるまあ創業者っていうか、まあ、柳井さんだけども、はい、そういうこうまあなんていうかな、経営人にとってはすごくいいマークなのね、へ、働いてる人はちょっとよく分かんないけども、その内側にエネルギー、うん、内部留保できるっていうか、あ、なるほど、赤いエネルギーがその白い部分に入るっていうそういう意味だ、これだから全く逆なのね、はい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 、日本はもうどんだけ稼いでも全部ばらまくよっていう、うん、そういう役割なんですよ、うんうん、だからもう日本が世界で僕は独り勝ちすることは本当にないと思ってるんで、うん、日本が豊かになればなるほど世界が豊かになるんですよ、うん、でそれが我々の役割で、それは我々も一緒なの、うん、皆さんが豊かになればなるほど皆さんの周りが豊かになるから、心配せずにどんどん豊かになっちゃってくださいと思う、うん、なんかちょっと元気っていうか勇気が出てきますね、はい、うん、でももう本当こうこのようなお話をねたくさんしてますので、はい、あのしてますので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、なんかあの申し込みの締め切りもね、あのちょっと迫ってますので、はい、詳しくは概要欄の方を見ていただければいいかなと思います、はい、よろしくお願いします、ぜひ皆さん見てねということで今日はこの辺で、はい、ありがとうございました、どうもありがとうございました、バイバイ。